地球滅亡の理由ね。滅亡しません。地球っていう星はなくなりません。だからご安心ください。ただ、ほとんどの陸地が海に沈みます。西暦2800年にはもうほとんどの陸地が海の下です。実はね。で、ただ、究極の解決っていうのは、そもそも一番外側の世界のうちの受精卵の中に宇宙っていうものを発明してしまったことを解決、解除することね。だから受精卵の中に宇宙が発生しないようにしないといけないんですけど、もうその技術はあるので、だから皆さんが昔、東洋哲学とかで習った、細胞の中に小さな宇宙があるんですよって、あの説が、現実を表してはいたけど、実は。でも、受精卵の中に宇宙を作るっていうその発明、宇宙の発明が、こんなに悲惨な、要するに受精卵の中の宇宙、私たちがみんないるこの世界、すべての次元構造の、一番外側の私の受精卵の中にあるんですね。悲惨やったでしょ。まあ、文学も、哲学も、道徳も、まあ、宗教も、で、経済、技術、工業技術ね、芸術、音楽もね、絵画もね、政治もね、何もかも目覚ましい発展したうちの受精卵の中の宇宙という発明の中でね。だけど、うちの健康を著しく阻害してしまった。で、うちが何回も、最初の頃からずっと非業の死を遂げているうちの世界の中でね。だから、やっぱりうちの受精卵の中に宇宙を作るのは間違いだって。で、皆さんの受精卵の中ではもうすでに間違いが証明されてんねん。うちが最後やってね。やっぱり、受精卵の中に宇宙があるものを作るのは間違いだったってことが、もうこれで結論でいいでしょ。だから、もうその結論出てたのでね。うちがその結論に OK するまでの間。これで2回目か3回目の、ね、結論。宇宙を受精卵の中につけ、作ってはいけない。まあ、卵子の中に宇宙を作るべからずってことね。なんか受精卵の中に作るか、あるいは卵子の中に花から作るかって、いろんな、実績というかね、方式があったの、この実験にはね。全部大失敗。で、うちも、その責任者の恋人だったからね。だから、いつまでもうちだけこれ関与してたの、恋人が好きだったから。その恋人は山中先生っていう人です。で、その方も、なんとかこの悲惨なうちの中の世界を直そうと必死やったし、お辻家って名字を発明してくださったのも、その山中先生なのね。さて、で、究極の解決は、生命体がうちの、まあ、どう言ったらいいのかな、多少はいるでしょ。うちという肉体人類が生きるために。ね。というのはね、宇宙の発明の前にすでに肉体人類の発明の先やねん。遺伝子の発明も先やん。ずっと先。で、宇宙も発明でずっと後の方。要するに遺伝子からできてきた肉体のあるものを住まわせる世界が欲しいなって。なんか脳性語症に似てるでしょ、その創世記に。ちょっと似てるよね。後で世界ができたみたいに。それは合ってるの。じゃ、その前の宇宙の前に世界があったはった。宇宙じゃなかったわけ。ね、宇宙って独特でしょ、わからない。まあまあ、それはいいや。宇宙と世界はやっぱり概念違うからね。宇宙の発明より前に世界があったから、私たち人類、私たち遺伝子もすでに発明されたって。これをもっと展開できるでっかいステージないかなって。それが宇宙の発明って言ったら分かるかな。その宇宙、どこにどう作ったらいいのって。受精卵の中にそういったものを培養させればできちゃってんな。やばいやろ。山中先生、またそれ再現できそうやろ。また不幸が起きるけど、もう禁止になってるの。受精卵の中に宇宙作るのは。で、うちでもう最後、宇宙止めってやつな。宇宙止めじゃん。まあ、一緒やな、シャレやな。宇宙止めるうちだね。だから、まあ、究極、地球上から、一旦、生命体全部、いなくなっても外側の世界で、うちピンピンしてるかなって。うちが死んだらどうなっちゃうんだろうって。やっぱり、一番外側影響ないけど、周辺にかなり影響する。
だから周辺のね、あの次元にかなり影響するということは報告を受けてます。ね、うちも自覚あるけどね。次元同士のその関連関係についてはそのなかなか把握できないもんだよね。因果関係なんか特にね。こっちの次元でこんなことあったから、あっちの次元であんなことあったっていう、その原因と結果をつなぐ因果関係が分からなくてね。原因は分かる、結果は分かる。としても、その原因と結果をつなぐ因果関係が分からんかったんですよ。それでしつこくこの一件続けてたのね。だけどもう終わりでしょ。みんなしんどいでしょ。もう嫌でしょ。だから、一旦沈めようかな。っていうことになったみたい。ね。それの説明、スポークスマンもご自身でどうですか。あなたのためにするんだから、皆さんの説得もあなたにしてもらう。まあ、皆さんは、ね、あなたのつまり私の説明、フリーメイソンの説明の、私にとっては客じゃない。寄生虫だから。でも、うちを助けようとしてくれたそのスタッフたちは、寄生虫じゃないけど、この宇宙、受精卵内部の宇宙の実験のスタッフでしょ。ね。どんな階級、どんな職種である。ね。選ばれたスタッフだったの。ね。で、寄生虫管理してくださったの。ね。その最大のものは寄生虫に、アマーのコピーを与えよう。これが最大の改革だったけど、どんどん劣化していったの、寄生虫たちが。うちの体を与えられるようになる。最初に、ね、まあ、こんな感じの人だったけど、うちとウリ二つのね、だん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 劣化していくの。んで、最後人間じゃなくなっていくわけね。ところが、その、この星から撤退、地球からどころか、この星っていうことは地球を含むすべてなの、うちにとってはね。なぜなら、宇宙が、うちの受精卵の中にあり、ね。で、その中に地球がある。そこにうちがある。うちの受精卵持ってるのは使ってないんだけどね、もちろん。あんねん。卵子も持ってるし、ね。生まれへん受精卵で。死んでんねん。じゃあ、その中の宇宙も地球も死んでるわけね。皆さん、住んでんねん、実は。同じ構成でどんどん入ってきやるし、別にないけど、みたいな。中で悲惨なこと言ってんねん。それを体験せなあかんでしょ。それは体験できるけどね。うちが子供生まれへんけど、うちの内部で受精卵できちゃってるよ。でも生まれへんから、中の世界、宇宙も地球も死んでんの。それ皆さん体験するからな。体験した例もおるかもしれんけどね。そういう体験した例がスタッフになってきてくれてるよね。と思うよ。だから、結局、それは生命体全部、消えたら一番外が本当に安全かどうかっていう結果が出てない。な、実際、覚えてないから、全部霊界になったから。一番外側の世界も霊界になったかもしれんし。じゃあもう、どうしようもないよ。だからもっぺん実体世界を作った可能性があるよね。それはできるでしょ。もちろんね。霊界から実体作れるから、化学構造式の話だから要するにね。でしょ？霊界と物質界の違う、化学構造式におけるその重さの違いとか、素粒子と原子との違いとか、そのレベルだったら、外側の化学やったらなんとかなるんじゃないかな。ね、一番外の化学やったらね。そこが気づくのに時間かかるんじゃない？内部階層。でももうすっごい多いから、もう数え切れないみたい。そう、皆さんの仮説というか、まあ、うちから言うと妄想。皆さんの妄想の分だけ層ができちゃう。全員の分ね。で、結局、じゃ撤退するときに、うちの内部で動物化してしまってと、退化したりと。を、もっぺん人間に戻さなかったんでしょ。それがユダヤ人だ。それがヤマト民族だ。とにかく、なんとかユダヤ人、ヤマト民族にしてから、出て行ってもらうと、外の世界で。人間じゃなくなっちゃうでしょ。入るとき人間でも出てきた人間じゃないっていう現象があって、これめっちゃ苦情出て、うちのせいって言われて、おかしいやろ絶対。あんたのせいやんか。ね。だけど、外側の世界動物を殺すだけやから、外側の世界を奪われて。実はね、外側で人間やったんだ。じゃあそれ説明してきてって、せめて説明してきて中で、一番そこで説明してきてって言われたから、説明しましたよね。ね。というわけで、人口やたら多い割に、食べ物は、実は、無理や。これからも人口どんどん増えるから。なぜかってみんな死にかけてるよ。疫病で。疫病でかなり減るよ。その後また人口爆発するの。な。じゃあ、結局、まあ、食べ物が増えた。皆さんが食べ物になったからね。だから、まだ人間の人がそれを食べてた。そういう関係にあるよね。で、じゃあ、うちの世界から追い出すときに人間になってもらうの困るいうことやったら、食べ物なくなるっていう簡単な論理学ですね。で、実際そうなんじゃない？科学的に。それはそうでしょ。今まで食べ物やってくれはった人が人間に戻ろうとして。で、これから食べ物になる人おらんねんから。もう追加がないから。でしょ？
入ってきちゃダメです。出て行ってもらうだけ。だから、上地にします。究極皆さん。そうやって、私から出ていくけど、ただ人間として上地にするか、外側の世界で、人間を保てるわけですよね。人間になって帰れるから、外側で人間だから皆さん。だから、うちの中に、うちとセックスしたわけだから、ちゃんと言うよね。レイプされたからね。延々ね。そういうことや。その理由は、思い出さんといてって言われてるけどよく。加藤明日香の天使とか見て、なんとなくそこからイメージできるんだって。うん、無理。無理やね。今日分からん。何されたのうち。な。それ思い出さなかったんだけど、そこでは思い出されへんなって言われてるんですよね。でも、そこの問題解決せんと外側に行っても苦情だらけでしょって言われてます。だからとりあえず、その歯止め、ぶどまり必要でしょ。歯止めてぶどまり。で、この歯止めてぶどまりするからね。